小学校の前で集まり声を上げる女性たち。横断幕に書かれた言葉は、石垣島に軍事基地はいらない。基地があるから攻撃のターゲットにもされるということは、もう歴史が物語ってるしね、作ったなら撤去させるまでね、頑張りたいという思いです。はい。そう話すのは、命と暮らしを守るおばあたちの会会長の山里節子さん。おばあたちの会は毎週日曜日に市内各地で自衛隊配備に対する抗議活動を行っています。石垣島で陸上自衛隊駐屯地の建設工事が始まったのは2019年3月。南西地域の防衛力強化などを目的に500から600人規模のミサイル部隊などを配備する計画です。節子さんをはじめ、おばあたちの会には戦争体験者もいます。どんな戦争体験されたんですか？爆弾、もうあちこちみんな引っ張られて、はい、苦労するだけやってきたから、だから戦争というのは、まあ、本当に苦労は自分だけで十分、まあ、子供なんかの人間さしたくない、はい、戦争につながる何であれね、見せつけられたら理屈抜きに本当に反対です。軍事基地のない道ね、いくらでもあると思いますね。八重山諸島における沖縄戦の被害は、激しい地上戦が行われた本島のものとは異なります。先島へのアメリカ軍上陸を予想した旧日本軍は、八重山諸島の住民に対してマラリアが蔓延していた山間部への強制避難を命じました。疎開先となった山奥には、今も生活の跡が生々しく残されています。こういうふうにして白水へ行くんですけれど、白水への共同疎開の命令が下ったのは6月に入ってからでしょう。疎開したおよそ3万1000人の住民は、半数以上がマラリアに感染し、3600人余りが命を落としました。旧日本軍が避難を命じた理由の一つは、住民が捕虜になって敵に情報が漏れるのを防ぐためだったとも言われています。こういう小屋がいくつも並べられていて、一つの小屋にだいたい10所帯ぐらいが、一所帯畳2枚ぐらい割り当てられていたかな。母と私が同じ日に罹患して、熱出るけどもう骨の髄から寒気がね、する。寒くて寒くてしょうがないでしょ。なぜか母の方は免疫力がなかったか悪性化していって、彼女はもうそこで耐えてしまって。マラリアと食糧難に苦しむ過酷な生活。しかし、住民が暮らす場所よりも安全な壕の中には、天皇の写真が安置されていたといいます。こうした体験が国に対する強い不信感へつながり、節子さんは自衛隊配備に反対してきました。応じたのも、白水にはマラリアが充満している地帯だと知っていながら、住民は足手まといになるから押し込めみたいな、守んなきゃならない国民をこう扱うね、そういう態度なのかっていう、その憤りは抑えられないですね、はい。自衛隊配備に反対して行動を起こす住民は節子さんだけではありません。工事現場の近くでマンゴー農園を営む金城龍太郎さん。金城さんらが
自衛隊配備の賛否を問う住民投票の実施などを求めて市を相手に起こした裁判は今も続いています。4割近い有権者が住民投票自体はやるべきだっていうふうに今回署名で示してくれたので、この場所で本当に建設的にはベストなのかとか防衛的にはベストなのかっていう、僕らが発信していくことでまた考えてもらうきっかけになってくれればなと思います。住民の中でも賛否が分かれる自衛隊配備計画ですが、住民投票が実施されていないことでその実態は明らかになっていません。こうした住民の声をよそに建設工事は今も着々と進んでいます。自分の島がね、もう無残なね姿にされていくっていうのは自分の生身が引き裂かれる思いだからね、本当に見たくないです節子さんは自身の感情を八重山民謡のトゥバラーマに乗せてこう表現します。あたらばがすますこさししてるんで、自分たちが生きてる限り自衛隊の何がしかのものが存在する限り戦い続けていきます。ふるさとのメロディーに乗せた思い、それをかき消すかのように重機の音を響かせて工事は続いています。